無意識に放置しているものがあなたの運気をもし下げているとしたらということでですね、今回の内容を見てぜひねチェックして、そのあたりをね対処してください。こんにちは、矢野圭三です。幸運スマイルチャンネルへようこそ。ところで今日この動画がね配信された日からだいたい2週間ほどねヨーロッパにちょっと行ってくるんですよね。なのでねこれから2週間の間にもしかしたらライブでですねヨーロッパからね動画を届ける可能性もあるんで、よかったらねちょっと楽しみにしていただけたらなというふうに思います。今ところねイタリアとねスペインに行く予定なんですよね。またね報告したいというふうに思います。よろしくお願いします。はい、ということで今回の話いきましょう。今回はね、何も知らずに放置しておくと運気がだだ下がるということで、家の中ですぐに捨てるべきもの5選って話をしたいというふうに思います。これ何気なく家の中に置いているものの中でですね、それをね、知らない間に運気が下げてしまっている、元凶になっているということがあったりするんですよね。ですけどね、なかなかそれ意識できていないことが本当にあったりします。そこでね、今回の動画を見ていただいたら、気づかずに放置して運気だだ下げているものがね、何かという、5つ手に入りますので、最後までねご覧ください。そして動画の一番最後にですね、質問に一つお答えするコーナーもありますのでお楽しみに。そしてね、今、お配りしている人生を変えたいあなたへという電子書籍ですよね。これ専用の LINE で、ね、プレゼントしております。ここにある QR コードか概要欄の一番上のあたりに、ね、リンク先ありますので、そこからね手に入れてみてください。そしてもう一つね、昨年、発売された開運ハウス、ぜひね地元の本屋さんで買っていただいて、最終章にある QR コードを読み込んでぜひね、プレゼントゲットしてみてくださいね。よろしくお願いいたします。はい、ということでね、その位置から入っていこうと思うんですけど、まずお伝えしたいのはこちらなんです。古ぼけたドライフラワーなんですよね。これね、よく風水とか火葬ではドライフラワーはね玄関に置くのは凶とかね、結構ドライフラワーって悪いイメージがあったりすると思うんですけども、これねなんでそういうふうに言われているかというと、ドライフラワーは枯れていて死んでいるので、いろんなエネルギーを吸収するから縁起が悪いというか不吉だみたいな言い方をねよくするんですけども、これねよくよく考えてほしいんですけど、これね全く根拠ないと思うんですよね。なので私は基本ドライフラワーは問題ないというふうに思っております。なので玄関にね綺麗なドライフラワーとか置くのは全然いいというふうに思っているので、もしね玄関にドライフラワーを置いて何か不吉なことが起こるようだったら、ぜひ教えていただきたいなと思うんですけども、今回ねでも気をつけていただきたいのは、薄汚れたドライフラワーは良くないと私は思ってるんですよね。というのもですね、これは誰もがそれを見ると不気味に見えてきたりするんですよね。なんか薄汚れたドライフラワーってなんか怖いイメージとか、上とかギョッとするような感じがすると思うんです。それがですね、どちらかというと人の心理にですねネガティブな印象を与える、そしてねネガティブな印象を持ったものっていうのはネガティブなものとして認識されて、どんどんネガティブを、ね、助長したりするんですよね。なので、そういった意味ではこの古ぼけたドライフラワーっていうのはね、もう役割を果たしたと思って感謝して手放すということをねやられることが一番だというふうに思います。なのでね、新鮮で可愛らしいドライフラワーは全然いいと思うんですけども、これいつから置いてるんだろうみたいなね、放置しているようなドライフラワーは本当にね気をつけてみてください。それでは続いてその2です。その2はですね、記憶から忘れ去られたものっていうことなんですけれども、特にですね普段から目に入っているの、ね、のにですねなんかもう認識されなくなったようなものっていうのがあったりするんですね。こっちの方がより厄介だったりするんですけど、例えばですね部屋の中に貼っているんだけども色あせてね忘れてしまったようなポスターがあるとか、よくよく壁を見たら去年のカレンダーがそのままかかっているとかですね、あとは気がついたら枯れた観葉植物また芽が生えてくるかなと思ってそのままボンと置いてるような感じのこととか、あとはですねもう薄汚れてる表彰状、もう記念でずっと飾ってるんだけど飾ってるのも忘れてるぐらい薄汚れてるようなもの、こういったものがですね特に人の無意識の部分にですねネガティブな印象を与えてるんですよね。意識には入っていないけど目の前に薄汚れたポスターがあったら、その汚らしさっていうか薄汚れてるような感じのものを部屋に飾っているっていう感覚がねやはり入ってくるんですよね。無意識なのでなかなか認知しにくいんですけども、体の中にはしっかりとねネガティブな感覚が入ったりするんですよね。これ結構厄介なので、ぜひですねこの話を聞いてじっくり意識の中でですね壁とかをじーっと見て、あこれこんなのずっと張りっぱなしだった、すっかり忘れてたみたいなものがあったらですね、これもですね合わせてぜひね感謝して手放すということをねぜひやってみてください。そしてねその時その3はですね、1年前から部屋の隅っこに置きっぱなしのものみたいなものがあるかどうかということなんですけど、どうでしょう、今ね部屋のね、中をねずっと見渡してほしいんですよね。でそこを見て、あ
あれってなんかずっと置きっぱなしだったみたいなものがあったらですね、それはね本当に、それをちゃんと扱ってあげてほしいということなんですけども、とにかくですね、床に置きっぱなしのものっていうのはですね、その周辺にホコリが溜まったりとか、あとはねそういったものが部屋にあると脅かすきっかけに本当になりやすいということがあります。よくね風水とか、仮想ではですね、床面積が減るから運気が下がるって話はありますけども、私はどちらかというとそういうものがあることでホコリが溜まったりお部屋になるきっかけになるっていう方がですね、どちらかというと怖いというか気をつけてほしいというふうにして思うわけなんですよね。なのでここでですね、まずはやはり部屋の隅に置きっぱなしのようなものもですね、この動画をよかったらポチッと止めつつでも、片付けてね感謝して処分する、片付けるか、処分するかのどちらかでねしっかりと対処してあげてほしいなというふうに思います。そしてその次その4はですね、意外かも分かりませんが2週間以上置きっぱなしの焼き塩なんですよね。焼き塩っていうのはですね、このコーンスマイチャンネルでおすすめのいろんなものをね払うためにいいですよというふうにして伝えてるやつなんですけども、この焼き塩なんですけども、どれぐらいの頻度で交換しているかっていうことなんですよね。これですね、もし2週間以上ですね放置していたらどういう状態になってるかっていうと、実はですねもうその2週間経っていたらその焼き塩自体がいろんなものを取ってくれていてですね、もうね汚物みたいな状態になってると思ってもらったらいいんですよね。なので汚物みたいなものをずっと置きっぱなしにしているぐらいなんだというふうに、捉えていただきたいというふうに思います。なのでですね、ここで一つね焼き塩を交換するっていうか、置いてるやつを処分する、タイミングっていうのはだいたい1週間ぐらいを限度にしてですね、新しいものと交換するか、そしてもともとのやつはねこれね汚物なので生ゴミとしてちゃんと処理をするってことをしてほしいんですよね。これ間違ってもトイレとか、洗面とかね、あとは、シンクに流すっていうのやめてくださいね。これ設備関係が傷みますのでやめてください。必ず生ゴミとして生ゴミのゴミ袋に入れて捨てると、そういう形でねやってみてくださいね。とにかく2週間も置いておいたらですね、それ自体が払うもんじゃなくて本当に汚物になると、その感覚を忘れないでください。そして、最後にその後、これもね結構忘れやすいんですけど、一年中かけっぱなしのカーテンどうでしょうかね。これ特に男性に多いかもわからないんですけど、どうでしょう、あなたの家のカーテン、いつからかけられているかっていうことをね思い出してほしいんですけども、これねもし1年以上かけっぱなしの場合はですね、かなりね汚れと匂いをね放ってる物体に変わってるんですよね。これね、今まで、例えばカーテンをね洗濯したことがないっていう人もね結構いたりするので、これね本当に意識してやってほしいのが、カーテンの洗濯は最低半年に1回ぐらいする。できればね夏バージョンと冬バージョン用意して、夏バージョンから冬バージョンに変えるときに洗濯をする、それぐらいの頻度でねぜひやっていただきたいというふうに思います。カーテンの洗濯の仕方はねググっていただいたらいくらでも出てくるので、ぜひねそれを見ながら、率先してね、洗濯してみてくださいね。はい、ということでね、今日はね放っておくといろんなね悪さをするものを紹介しました。一つ目はね古ぼけたドライフラワー、普通のね可愛らしいドライフラワーは問題ないと思うんですけど、古ぼけたやつは要注意です。二つ目はね、記憶から忘れ去られたもの、目に入っているのに忘れているようなものもありますので、そういったものを含めてじーっといろんなものを見て、あこんな時こんな置きっぱなしだったということにも気づいてくださいね。そしてね1年以上置きっぱなしのものであったりとかですね、2週間以上置いている焼き塩、これもねなかなか盲点だったかも分かりませんが、ぜひね、2週間経ったらもう1週間以内にね片付けるということをやってくださいね。そして最後はね1年以上洗濯していないかけっぱなしのカーテンでした。はい、ということでね、それ以外にもまだまだあったりするんですけど、今回はね特に気になるものを紹介しました。なのでね、まずこれらあたりから、実践してね、実感するということをねやってみてください。そしてお知らせです。私のね、デンジャー防止グッズの動画結構面白いです。いくら力入れても力が入らないで、この防止グッズを置いたらすごい力が入るっていう、この動画結構見ていて面白いんでですね、よかったら概要欄の上のあたりね、その詳細のリンク先があって、そこの先にね、この YouTube 動画ありますので、それからねご覧ください。そしてね、週に1回配信している矢野慶三チャンネル、これですね一級建築士として家づくりとか施設づくりに特化した話をしております。概要欄にねリンク先ありますので、そちらからご覧ください。そしてね週3回水曜金曜日曜とね配信している心理カウンセラーの妻と一緒にやっているハッピーファミリーチャンネル、親子関係、夫婦関係、あとは家族関係とか嫁姑問題、あとはね自分らしく輝くなんかをテーマにした、チャンネルです。よかったらねこれも概要欄の上の方にねリンク先ありますので、ぜひねチャンネル登録してみてくださいね。
そして最後に矢野敬三公式 LINE、 こちらですね、例えば非公開動画として運気が上がる観葉植物の選び方という動画をはじめ残りね4本の動画をプレゼントしております。これも概要欄の上のあたりにですねリンク先ありますので、そこからね友達申請していただいたらすぐにあなたの LINE にこの動画が届きますのでね、ぜひそれをご覧ください。そしてそれ以外にもアメブロではこぼれ話、ツイッターで日々の気づき、メルマガで家づくりに特化した情報、そしてボイシーで言いたいこと言いまくるということをやっております。すべてこれ概要欄の今度は下の方にね並んでおりますので、よかったらねフォローをお願いいたします。それでは最後にご質問にお答えするコーナーですということですね。今回いただいたご質問は、こちらです。ナンバーズジールさんかな、エクスさんかな、ありがとうございます。僕は特に、学んで片付けたわけではないけれど、家族が大掃除すらしない、お風呂の電気も壊れっぱなしだし、服もクローゼットから整理、整頓されていない、どうすれば片付けをしますかということなんですけども、まずですね、これね片付けれない人が片付けを卒業、苦手を卒業できるっていう動画をねちょうどアップしているので、その動画をまず見せてあげてほしいと思います。片付けないとどれだけ自分たちの人生に悪く影響するかっていうことを知った上じゃないと、なかなか自分自身で変わろうと思えないはずなので、よかったらねちょうどコメントいただいているこの動画をですね、その家族にまあ見せるということをしていただいて、それで、見なかったらもうちょっとまた次の手考えなきゃいけないんですけども、それを見てですね、ちょっとまずいかなと思ったってなったら、立て続けに他の動画もね紹介していってみてください。それでね動いた人結構いるもんですから、ぜひね、そういった流れで、チャレンジしてみてくださいね。よろしくお願いします。そしてね、今回ピックアップコメントもあります。今回ですね、取り上げさせていただいたのはトット由美さんかな。なんだかずっと見てたんですが、同じことばかりで、しかも他の YouTube の方がためになるというね、こういうね言葉をいただいたんですけど、これね確かにその部分もあると思うんですよね。というのもですね、このコーンスマイチャンネルっていうのは同じ動画を7回見てくださいねっていうのをコンセプトにやってるところがあります。人っていうのはね7回ぐらい見るとようやく本当に腑に落ちるっていうことがあったりとかしてですね、なので私の動画はですね全体のうちの2割ぐらいがガラッと変わったりしていて、残りの8割ぐらいはですね前聞いたような話がまた入ってるみたいな、そういう構成、ただね当てる角度が違うので違う話に聞こえるというような形でね構成しているものが多いです。なのでねこれは繰り返し見ていただいたことでようやく体に入るというのをベースにやっているので、なんか同じことばかりでって感じられているというのは、多分ねトットユミさんをね何遍も見ていただいているんだろうなというふうに逆に思っております。なのでねそういうふうにして何回も見ていただくことで体に叩き込むという意味でやっているというふうにしてご理解いただけたらというふうに思いました。はい、ということでね、今回の話はこれで終わります。今日一日があなたにとって本当に責任になることを心からお祈りしております。最後まで聞いていただいてありがとうございました。